楽メディアです。ディフィアトナムとの試合ではディフェンスラインに、安定さが欠けたように見えていました。次の試合、冨安選手は出番はありますでしょうか。またもし明日出ないのであれば、昨日、前回今回と欠場することになり、なぜ、冨安をこのアジアカップに招集したのでしょうか。そうですね、まずはベトナム戦の我々の戦いで、不安定さが、見ている方々にとって、見受けられたということであれば、皆さんの、意見を、お聞きしたいなと思っていますが、我々私自身も含めてチームとしては、全てがパーフェクトではなかったですが、チームとしては、失点はしたものの、大きな波状を来すことなく、大きな今後の問題として、ということは不安定さとしては捉えて、いません。ですので、そのままの、ディフェンスラインで出たとしても、冨安が出たとしても、チームとして、過去の、直近の試合から、次の試合に向けて、さらに成長して、試合に向かっていくことを、考えていきたいと思います。冨安については、もうすべてトレーニングに復帰していますし、明日の試合、プレー可能だということを皆さんにお伝えしたいと思います。